はいどうもこんにちは、カジマークです。いやー来ちゃった。ファイヤーセブンもう届きました。ケースとついでにノバスリーの保護フィルムも買いました。まあこれはともかくファイヤーセブンもう今夜から即使いたいんで開封していきますね。はい、そうそう、このサイズ。ああ、そう、こんなだった。中身は充電器にケーブル。そしてこういった紙類で以上。はい、このサイズ感わかります?今僕が求めてたのはこれ。あ、このケース保護フィルムもついてました。はい、あとタッチペンもついてました。ケースをつけるとこんな感じ。はい、どうでしょうか?いやでもこのサイズ感やっぱり良さそう。なんで8インチで満足してたのに今回この7インチを買ったのか。8インチは主にコミック読んでたんですけど、この前お話しした通り最近よくプライムビデオを見てます。そうなると横向けるでしょ。そしたら8インチ思ったよりもでかい、重いって感じたんすよ。いやもう何枚もするならまだしも、これ今回3480円だったんで思い切って買いました。これで寝る前プライムビデオは完璧。ではなくて、あとちょっとあれが欲しいんすよ。ワイヤレスイヤホン。安くて充電簡単で、技的のあるやつ。おすすめありましたらコメントで教えてください。今日からファイヤーセブン使っていきたいと思います。今回おそらくこの動画ご覧になっている頃には、サイバーマンデーも終わってるんじゃないかと思います。今年のサイバーマンデーに激しくぶつけてきたんじゃないかとすら言われている、ビッグセールといえば、そう、ペイペイ。前回の動画でもサイバーマンデーと合わせてお話ししたんですけど、どっちが高い、どっちが安いで言うならば、やっぱりペイペイじゃないかと思います。ただ現状、まずペイペイは、実店舗の買い物に限られる点。ここは来年から変わってくるんですけど、少なくても今はそうで、100億円ばらまきが終わる頃には状況も変わってきてるかと思います。ただ一つ間違えないでおきたいのは、即効性のある値引きではないこと。ビッグカメラさんに焦点を絞ってお話ししたとしても、例えば10万円の買い物をすると、まず現状ペイペイに 20% チャージ。ただしこれが反映されるのは、翌月の10日前後とのこと。そしてビッグカメラさんのポイント付与が 8%。これは即反映されるんですけど、ポイントはあくまでポイント。つまり今の100億円キャンペーンが終わるまでは、ビッグカメラさんで10万円お買い物した場合、2万8000相当の値引きのように感じるし、実際はそうでもあるんですけど、あくまでビッグカメラさんのポイントと、ペイペイの残高として還元されるっていうことなんで、もちろん使えばお金と一緒。なんですけど、一旦はその元値で購入したんだっていう意識、これは大事なんじゃないかと思います。なんで場合によっては、Amazon でサクッと買って、送ってもらった方が結果的に楽だったっていう可能性もあります。だって僕実は、昨日もまたビッグカメラさんに行ったんですけど、はい、行ったんすよ。家電コーナーは、やばいぐらい行列になってました。あれ下手したら1時間?それ以上かかってるかもしれません。並ぶのが苦じゃない方にはいいかもしれないですけど、いや、やっぱり嫌ですよね。ま、とか言いつつ各言う僕も、なんでビッグカメラさんに行ったかというと、やっぱりペイペイチャンスを勝ち取りたくて、先週断念したにもかかわらず、昨日行ってきたわけなんですけど、正直買おうか買うまいか、いやそこまでも迷ってなかったかもしれない。これ、買っちゃいました。はい、これ、実は2つ買い物したんですけど、いやもとい、2つも買い物しちゃったんですけど、この流れ、こう言わざるを得ない経験をしました。ペイペイ100億円あげちゃうキャンペーンには魔力が宿ってます。いや、マジで。はい、どういうことかというと、皆さん年末ジャンボ宝くじ買います?はい、いきなり脱線するんですけど、うちの奥さんは年に一度だけ年末ジャンボ宝くじ買ってくるんですよ。改めて調べてみると、1ユニット2000万枚の中に、1等はもちろん1枚。なんで、1等が当たる確率は2000万分の1です。いやもう2000万って数字がピンとこないでしょ?例えば、1円玉2000万枚あったとしたら、2000万円ですよ。あ、そうそう。東京都の人口が1384万人台です。
ねえ、わかるでしょう、なんとなく。どれほどの確率か。ところが今回のペイペイ、全額還元、かっこ最大10万円までの、俗に言うペイペイガチャ。これの当選確率が40回に1回。ヤフープレミアム会員なら20回に1回。ソフトバンクワイモバイルユーザーなら10回に1回ですよ。いや、これ、当たるでしょ。って思っちゃうんすよ。いや、もう当たる当たらないじゃなしに、絶対いける確信に近いものを持ってしまうんすよ。結果こういう、はい、店員さんに先導されて、いや、もうこれ9月頃にちょっと触るきっかけがあって、それからずっと気にはなってたんすよ。でも G9 買ったばかりだし、今は買う時期じゃないと思ってたのに、イオスキス M 買っちゃいました。そして初のペイペイチャンス、その結果は10万4500円を支払って2万900円のペイペイ残高ゲット。うわ、マジかっていうね。いや、後から考えたらそれで普通。でもね、僕の思考はこうでした。いや、でも次買ったら10回に1回って確率じゃねっていうね。はい、もうこれ完全に内地にするやつの思考。でもね、行っちゃうんすよ。だって僕の中の計算では10分の1の確率ぐらい。はい、この明るい単焦点、56,839円。これはすぐに使えた、こっちを買った分のビッグカメラのポイントを使っての価格。っていうことはこれ6万円オーバーのレンズ。いや、普段僕ごときが、こんな6万円台のレンズなんてすっと買うわけがない。なのにさっくりお買い上げ。そしてその結果、11,367円のペイペイ残高ゲット。はい、撃沈しました。楽しいはずのお買い物がこんなにどんよりするのはなぜか、当たる気で行くからダメなんすよ。これ20% 還元でも本当は十分美味しいはずなのに、欲を書くとこうなるっていう話。だって今回購入した EOS キス M の 18-150mm レンズキット。これ今日の価格 .com の最安値が 92,127円。で、今回僕が購入したビッグカメラさんの価格、税込み 104,500円。ポイント 8% として8360ポイントゲット。そしてペイペイ残高2万900円分ゲット。差し引きすると75,240円。はい、さっきも言った価格 .com 最安値が92,127円。はい、十分安いでしょ。そしてさらになんと、はい、今 EOS キス M キャッシュバックキャンペーンやってるんで、僕が選んだセットは1万円のキャッシュバック。結果この EOS キス M18-150mm のレンズキットが 65,240円相当で買うことができました。なんですけど、さっきもお話しした通り、1回は 104,500円支払うわけで、このあたりなんすよね。ポイントやペイペイ残高は現金ほど自由に使うことはできないし、キャッシュバックキャンペーンといっても返ってくるのはまだまだ先。こういうところはほんとちょっと気をつけないと、結果お得なのはお得。でも僕みたいに欲に目がくらんだら本末転倒っていうこともあるし、今本当に必要ないものまで買っちゃう可能性もあります。特に全額還元を当てにして買い物するなんて言語道断。ここは本当十分注意なさってください。とにかく昨日買っちゃったもの、はい、だってカメラ買ったら SD カードに保護ガラスにレンズフィルター、そしてうっかりしてたんですけど、キヤノンのレンズってレンズフード別売りが多いんすよね。それも買ったら結構な、ほんと結構な散財になりました。買ったもの全部説明欄にリンク貼っておきます。気になる方はチェックしてみてください。とりあえず EOS キス M 買った理由とかはあまり追求しないでください。いや、ほんと気になってたのは気になってました。そこへ滑り込んできたペイペイチャンス、いや、もう 100% 還元当たるつもりでいたんで、そういう邪心がなせる技でした。このレンズにしても、あ、カメラ当たらなかったからレンズだけでももらっとこうかみたいな、いや、何の根拠っていうね。ほんとペイペイチャンスやばい。僕みたいなアホはそんなにいらっしゃらないと思いますけど、この言葉がほんと大事だと思いました。皆さんもお気をつけください。とはいえ、ほんと必要なものはかなりお安く買えるチャンスでもあります。よーく考えて後悔のないお買い物を。いや、僕は相当やばい。ほんとお小遣い底尽きてるんで、どうにかこうにかなんとかしたいと思います。
とはいえこれは嬉しいんすよ。とはいえやばい。はい、そんな複雑な心境のまま今日はおしまい。またよかったら感想やペイペイチャンスのお話、コメントお待ちしてます。ではまた次回、カジマクでした。はい、ありがとうございます。